有機肥料の割には即効性があると思う。これだけここで分解されてるもんで、直接魚粉や菜花、菜種、油かすを使うよりは直接効きが早い。はい、では前回の続き、材料と材料の比率の話と、それを実際に混ぜる話と、で今回はぼかしをどんな環境でどう養生して完成させるのかっていうことですが、まずこのベニヤ板コンパネのサイズ 1.8×9 のこのサイズの下にはコンテナ、プラスチックの置いて、ちょっと宙に浮かせて、いろいろやり方があると思うんですけど、ベニヤ板で水分をある程度下の板が吸ってくれるので、ベタベタになるとか、なんていうのかな、前回も言ってたその水分過剰による腐敗を最低限守ってくれるかな、ベニヤ板が。今全然虫が来てないけど、そのうちこの匂いに誘われてハエ、コバエ、あとキムクジャラの小さい動物がここに、これなんやろなんやろって言って匂いを嗅ぎに来ると思う。うちの猫じゃなくても近所の猫も絶対来そう。なのでこの上には不織布、虫が入らないような、この目の細かい虫除けネットじゃなくて不織布を使って、一重でも二重でも、でここ何だったっけ、洗濯バサミみたいなやつとここ防いじゃいます。雨降ったらいけないので、雨が降るなっていう時は、いや、あの茎タッチアルファってやつがある、青色のね、トマトやナスで使うね、ポリやってブルーシートやって、この状態、雨降りそうだなっていう時は、そうすれば絶対水は入らんで、あとは匂いかな、猫たちがいっぱい寄ってくるような。本当に有機肥料作りっていうのは手間がかかる。化成肥料を買った方が早いのは早いしいいんやけど、自分の好きな肥料、あ、早速ハエが来た、俺でっかいハエが居座っとるね。あんまり不織布にこの匂いがつくの嫌やなとか、こういうさあ粉がつくのも嫌やなっていうのはいう場合は、この上に段ボールをパサッと置いてこうやると、不織布に匂いとかもこの粉とかもつかないから、そっちの方がいいかもしれない。新聞はダメなの？あ、新聞でもいいと思う。新聞なんかもいいよね、段ボールか新聞。あのちょうど下も水、コンパネで水吸うし、ある程度までで、上も段ボールや新聞で水分調整してくれるから、不織布でいいんやけど、うん、それやった方が、ワンクッション入れた方がいいかもしれん。直射日光がこうやって当たるから、それを防いでた。でもブルーシートかけちゃえばいいけどね。ぼかし作る過程ではやっぱ日光は、日の光は入れたくないので、2日に1回混ぜ合わせるっていうことを
あともう一回さっきと同じあの船で、この船でもう一回同じ量を作って、この倍の大きさが、まあ、ちょうどこのコンパネで作りやすい、混ぜ合わせやすい容量になるかなと思います。これが自家製のぼかし肥料の作り方で、これからトマト、ナス、いろんな実物野菜で肥料をめちゃめちゃ食べるので、葉物野菜に比べればすごい肥料を使うので、魚粉中心に有機肥料の割には即効性があると思う。これだけここで分解されてるもんで、直接魚粉や菜花、菜種、油かすを使うよりは直接効きが早い。これが完成したらこの下の畑のマルチ取っちゃいます。で肥料入れて、肥料入れる前に陶芸に使ってた粘土をうっすら加えます、粘りを出すために。で肥料入れて、その2週間後使える畑になるかなと思います。これプランター、この8個、これはね、昨日かおととい再生した土に肥料を入れて今寝かしてある状態。何を植えるかはちょっと未定です。白菜とネギに使ってた土の再生したものです。ね、僕の動画見てさ、癒されるって言っとったよ。誰が？門脇さん。あ、ありがとうございますって感じで、この畑の動画が。これでも結構忙しい時間縫ってやっとるんやろって、もう一日中別にこういうゆったりしたことやっとらへんよって。仕事の合間合間でもうタイミングよくやっとるもんね。そうやって見てもらえると嬉しいな。これ NHK でやっとるやん、違う、イギリスのおばあさん、京都の、あ、ベニシアさんか、猫の人、うん、あの人多分、まあいいや、カットやわ。はい、ってことでぼかし作り、工程っていうかね、今こうなってますよ、ああなってますよっていうのは撮影して、あ、自分で撮ろうかな、それは。完成まで2週間かな。早くて2週間、遅くても2週間、多分1週間で完成するけど2週間作る。はい、ありがとうございました。